お世話になります。M200 です。僕の知識がお役に立てば嬉しいです。あ、いいえ、だといいなって。お帰りなさい。報告書は全部まとめました。ご確認をお願いします。一応、ギターを習ったことがありますので、もし退屈だったら、一曲弾きましょうか。ここの配置がよくわかりません。詳しく教えていただけないでしょうか。いいえ、いくらなんでも、そこまで褒めなくてもいいのに。ダメ。なんか、熱い。頭がクラクラする。疲れましたか？データは僕が整理しますから先に休んでください。新しい仲間、話が合うといいですね。もっと遠くに行ける気がします。人数が増えれば視野も広くなる。そうですよね。ご心配なく、すべて指揮官の望むままに。サイレントキルぐらい僕だってできますよ。後方支援の成果を確認してください。言いましたよね、すべて指揮官の望むままにって。では僕が説明します。素晴らしい判断です。ええ、あ、それなら少しできます。こういう編成の仕方もできるんだ。勉強になりました。さすがですね。命令に従うべき、静かに行動すべき、脱落しないように。よし、行きます。ターゲット出現、攻撃開始。一人残らず始末します。安全第一、敵の動向に注意せよ。今更後悔したってもう遅いです。君たちより僕の方がずっと先のことが見えています。僕の前に現れたってことは、この後修理で製造元に返される覚悟はできてるってことですよね。壊れた。いいえ、まだ戦えます。やっぱり僕はまだ半人前のようです。どうやらお役に立てましたね。よかった。ごめんなさい。貴重な資源を無駄にしてしまいました。指揮官のために作ったチョコです。多分、美味しいと思います。あまりじろじろ見ないでください。恥ずかしいから。それと、その、ハッピーバレンタイン。指揮官、まだ何か手伝えることありますか？え？急に何を言うんですか？こんなの恥ずかしいけど、逃げるのも、なんというか、バカみたい。でも、指揮官が一番正しい決断をしたと証明するために、一生懸命頑張ります。最後の最後まで、ずっと、ね。少女前線。もし仕事が終わった後に予定がないようでしたら、一緒に、どうですか？